皆様、ハイタイ。私は本日、沖縄本島北部、泣き人村に来ています。イエーイ。本日は泣き人村をかな散歩しながら、かなさをお届けしていきたいと思います。それでは、レッツゴー。沖縄の言葉で愛を意味するかなさを散歩しながら見つけていきます。それでは早速、行ってきます。レッツかな散歩。見てください、この花。皆さん、この花、わかりますか？この花、紫カタバミですよね。よく小学生の頃、放課後とか、食べなかったですか？なんか、食べてた記憶があるんですけど。いやー、いいとこですね。この景色に癒されますね。本日は泣き人村の諸市というところに来ています。で、こちらには諸市共同売店という場所があるので、そちらをぜひご紹介したいので、そこに向かっていきたいと思います。で、共同売店というのが村や集落の地域住民で共同出資、共同運営をしている沖縄特有の売店です。ぜひ行ってみたいと思います。あ、もうここを歩くだけで癒されますね。マイナスイオン。鳥の鳴き声がいい感じです。はい、諸市共同売店に到着しました。イエーイ。こちらでは日用品やお野菜、そして沖縄弁当、また中で飲食もできるそうなので、中に入ってみたいと思います。レッツゴー。こんにちは。じゃじゃん、早速沖縄弁当があります。沖縄の弁当はご飯の上におかずが乗っているんです。日用品がありますよ。じゃじゃん、内ちかびがあります。あの世のお金ですね。沖縄県民には欠かせないものです。わ、懐かしい。このジャムピーナッツバターも。あ、そして皆さん、これご存知ですか？このスープはもう県民の皆さんは知ってますよね。美味しいですよね。クリームスープなんですけど、これとお水で割って温めて飲むんですけど、病みつきです。子供の頃よく食べてましたね。お野菜もじゃん、お菓子もありますね。なんか子供の頃に戻ったような気分ですね。いいね。こちらではお食事もいただけるそうなので、お昼ご飯も食べていきたいと思います。タコライスと沖縄ぜんざいを注文しました。タコライス来ました。じゃじゃーん、美味しそう。いただきたいと思います。ぜんざいいただきました。じゃじゃーん、大きいタコライスでお腹いっぱいなんですが、いただきたいと思います。
ということで本日のかな散歩終了になります。皆様いかがでしたでしょうか。書士共同売店、とても居心地が良くて素敵な場所になっています。ぜひ皆様も泣き人村にお越しの際にはゆっくりとした時間を過ごして沖縄を感じてみてはいかがでしょうか。共同売店に行ってみたいと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。皆様にお会いできる日を心より楽しみにしております。またやったー。